取り込みるのが楽しくて楽しくて楽しいよね。はい、あまり一旦良くなりましたかね。これは結構あの私の方に北斗の音で書いとってもらうと、その人がやってるのが大体ゲイネタで、ああ、そう、恋愛サーキュレーションとかもあのゲイ愛、ゲイ愛サーキュレーションとかで通ったの、あの初期の頃のイサジさんみたいなやつ、なんか、うん、どうなの、そうなのかな、俺のところの前にイサジさんいっぱいあるから、イサジさん見てみよう、イサジ、あのやらないかとか、芸術だよ、そんなことは聞こえづらい、そう、あの正解思考の通った人もただそうですよ、へー、これなんで、イサジ本当に小気味で、あのやらないとか、やらないかやらない。やらないかい、あの人有名ですよね、だって、うん、そうそうそう、あの人すごい有名ですね、やばい、でもそれを受け継いで、はい、最後にじゃあ馬さんは結構ハキハキね、はい、してください、は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 い、あと後ろのカーテン閉めた方が美しいですよとかが、ね、なんだって、あれ閉まってんの、すいません、これが目いっぱい、これしか閉まらないんです、足りないです、ごめんなさい、すいません、じゃあ参りましょう、お金がなくてラジオスーパー、なんと今日は60回目ということでね、よしよし、イエーイ、シクスティーンがいいんだ、イエーイ、シクスティーンがいいんだ、イエーイ、やっぱロリじゃないかなって紹介したと思います、確かに、最後がち、今日はヨシーさんが最後ということで、僕も1位にならなかったら一緒に卒業したいと思います、よろしくお願いします、最高この人、何かを出てまた、はい、僕も1位にならなかったら卒業したいと思います、はい、第3項、はい、僕は羽賀さんが1位になったら卒業しようと思います、頑張れ羽賀くん、頑張れ羽賀くん、頑張れ、第4項、笑顔がある、だって僕はいつもあの1位になってないので1位になったら卒業しようと思います、よし羽賀くん頑張れ、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 なんで美味しい、美味しい、これ美味しい、美味しいの、はい、ちょっとよろしくお願いします、さあ、本当に、では早速ね、第1問参りたいと思います、本当に傷つけてひどいな、本当に本当そう思ってないくせにね、ねえ、本当にバレた、うん、バレてるよその熱い視点でな、なんかダマどもが勝手に卒業するらしいですが、私は永久に不滅です、では第一問、思わず開きたくなる迷惑メールの件名、いきなりこれ来たか、さあ1問目は、思わず開きたくなる迷惑メールの件名、大喜利のお題は事前にブログの方に公開しております、またこのニコ生の、ね、番組上の方の情報にも載っておりますので、あらかじめ、ね、考えてくれた方はぜひコメントの方にボケてください、ボケるときはなったらこんたら赤書くと、答えがポイントが入ると赤の馬が1つ進みます、自分が応援したい馬の色を書いてくださいね、目がな、それではよろしいでしょうか、参りましょう、何だって開くの長くね、お前はどこか、はいはいはい、実際あったんです、はいはいはい、野菜の街、はい、この間来てちょっとびっくりしたんですけど、はい、フィリピンより愛を込めて、はいはいはい、はい、これ押しました、ここをクリックすると喘ぎます、野菜にはい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 、シリにうなぎが、はいはい、はい、エガワが、あのおばあちゃんの部屋に謎の生き物がいるんですが、何かわかりますか、マシュマロ2杯、待ってこれまずいぞ、ちゃんとあ、私リカちゃん開けないと玄関を開け、開けないと玄関を開けちゃう、今窓に張り付いていますよ、オグリショップ、ボロッとできている貧乏な中にお願いがあります、これであなたの元男ポストを閉めて、あと5秒で開けないと妻になかれます、緑1個、母より緑1個、あなたの振り返りは、はい、はいはい、この間来たんですけど、はい、ちょっとびっくりしたんですけど、はい、あなたのハイボールを選べますっていうメール来てましたね、ちょっと待って、はい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 、愛しのユージへ、室伏より、あー、ちょっと待って、はい、はい、ここをクリックすると変な請求が来ます、はい、変な、知らないあなたと合体したい、はい、初恋とバラしたよ、あれを知ろうってあなたのあだ名をつけた、あー、キロチケ、ありがとう、あなたは2月45日と選手たち、夜の遅い夜、新宿の春、
ら、あんたが悪いとは言わないんです。はい、はい、はい、ちょっと最近ストレス溜まってるんで、今度来てほしいんですけど、はい、上司をかけさせる方法、ね、遅い遅い、はい、遅い、もう見てたもん、手の色黒だ。ああ、剣弁としたらダメです。はい、あー、やべ、あと1個あった。いいあー、いやー、自信あるのがあと1個あった。さあ、他、結構まだありますね。このメールを消す、あの、読まずに消される。このメールを開くと、ちょっと歯が高い方が不幸になる。緑1ポイント。童貞は人に聞きましょう。ハスキーボイスのハスキー犬から愛のお誘いです。おー、うまいね。赤1ポイント。おっと、はい。あなたが落札されました。おー、うまいね。黄色1ポイント。ありがとう。4文字熟女。おー、ちょ、懸命としたら違うな。余命がありません。時間を取ってください。よくあるね、加藤高愛用激安バイアグラ。黄色1ポイント。渋いですね。ありがとう。男性でしょうね。はい、おばさんの状況を確認したいと思います。はい。今日は実はカメラは K 君ではございませんで、ね。ね、うん。専属のカメラマン。うん、通称神様が。神様神様がやっております。はい。ほぼ横一線ですかね。俊介団長は若干ほぼ出てますでしょうか。はい、それでは。ほぼ一線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 。やばいな、それ。さっきのお題ですが、マヌキのところには、チンチンで瓦割り3枚成功するわけです。最低最低どんな枚部屋の大掃除をしていたら、こんなものを発見。だって。さあ、2問目でございます、部屋の大掃除をしていたらこんなものを発見というお題でございます。今日のお題は割とどれも優しいかなと思っているんですけども、やっぱりね、チャットの方もたくさん書き込みがありました。さあ、皆さんもぜひぜひね、お題で書き込んでくださいね。それでは、あ、ちょっと待って、鼻に何か入ってます。はい、はい、この間本当掃除したんですよ、はい、使ったんですけど、通販で買ったスーパーハボタン、懐かしすぎるでしょ。はい、ちょっと歯がくむき、この間僕も掃除したら出てきたんですけど、力びた弟、ヒヒーン。はい、母親が表紙のグラビア雑誌。はい、はい、変顔ハード。やっぱ汚いと出てくるんですね、カメルンルン。ゼロパン。はい、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 青の後ろの人は、本当の母がいる。腐った三日月から火の粉が入ってる。ま、マジです。一番危ない、はい、危ない、は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 い、そこの見てても全然記憶になかったんですけど、はい、黄色の綴り毛、まずびっくりしたもんだこれね。はい、決まった。はい、じゃあもういっぱい入ってたんですけど、はい、新種のキノコ。はい、はい、エンガーハン。10年間連載したあのミュウツーの逆襲の DVD。 はい、シュッケラ。2年前に焼き上がった食パン。一番、危ないぞ、これ。緑の後ろの人。思い出のレシート。もっと声張ってください。思い出のレシート。はい、説明。はい、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 はい。最近見かけなかったおばあちゃん。やるかい。はい、野菜の街。はい。この間また見つけて、ちょっと2、3人だったんですけど、はい。犬が逃げた緊急死。はい。はい。あと、はい、説明。はい。カブトガニの卵、そう、2パン。はい、はい、やっぱハマりました、ミニ四駆ソニックセイバー。パン。カブトガニさ、あ、破格のクレームに戻してるぞ、クレーム。いや、チャットがたくさん来てますので、よく見たいと思います。これ、ないカブトちょっとなんか見慣れない人が出てましたけどね。え？そこでったらダメだな。はいはいはい。あ、来た。くしゃくしゃのティッシュ。自作ゴキブリ写真集。弟、
小学生の頃にもらった行中検査の結果、黄色1ポイントソプラノリコーダー、大量の弥生同人誌、不幸の手紙、緑1ポイント平沢優のフィギュア、赤色を咲く、壊れかけの徳永秀明、もしろい、緑2ポイント中やんのサイン、もしろい、黒1ポイント自分からにも薄い本おばあちゃん、かっこ生きているかぶせた、かぶせた母親のヌード写真、ポケモンイエルからの CD、赤1ポイントカッパのミイラ、母さんのヌード写真、タイトルが電波少年のビデオテープ、水曜どうでしょうのステッカー、歯型がひろ、かっこ上にしてこれ1ポイントなんか俺じゃ面白いですか、そんな前ですか、青1ポイント根本晴美の写真集、黄色1ポイントありがとうベテランバタランでしたおばさんの状況確認しましょうちょっとビリだな、俺なお、でもそんなに差はないね。これまずいの、うちら引退だぞ、これ結構、この並びですが、若干浅いのが違う、遠くでビリだなはい、それでは、次はこちらのコーナーでございます。あの、いなくなってほしいとは、切に願ってこうなってんじゃなくて。いや、リスナーさんたちが、ちょっと待って、そういうことか。マジか。すごいぞ。なんだ？ふぅ！なんかたまに出てくる女の人はあんまり気にしないでください。プラスになるかマイナスになるかはわかりません。では、お楽しみのボーナスタイム、馬主の出題をクリアすれば2ポイント獲得。よし。では、1問目は恒例の早口言葉です。野菜のガッチから置いていってもらいます。くたくたのシャツ、100着。くたくたのシャツ、100着。よし、行くぞ。おお。くたくたのシャツ、100着。くた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 くクタクタのシャツ100シャツクタクタのシャツ100シャツはいクタクタのシャツ100はい、クタクタのシャツ100シャツクタクタのシャツ100シャツ無理ですこれ無理ですこれ無理です第2問これはなんだろう。なんだろう。早い者勝ちです。はい。お。では問題です。くっつくと見えなくて、離れると見えるようになるのって何？くっつくと見えなくなって、離れると見えるようになるのって何？はい。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 最後の磁石の相方。これくっつくと見えないでしょ。でも離れると見えるでしょ。磁石。でもこれ正解じゃないですか、これ明らかにん？くっつくと見えなくてくっつくと見えない離れるとくっつくと見えなくて離れると見えるようになるのは何？はい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 、野菜の味磁石の L どうする？もういいですはいはいでは、キタポッポはい地球はい、では赤の後ろの人うん、あの恋人の大切さそしてマイナス1ポイントえぇ、ー、なんだ何なんだろう身の肌鏡これ何ですか顔面くっつけたら見えないもういいですもういいです正解はまぶたほとんどくんな見えた見えた確かにそうだはいでも磁石と入れてるはい頑張れこういう簡単に言ったのそうだねいやでも書いてない次はアメリカンジョークですアメリカンジョーク酒場で紳士が考えを込めていったああ、20年もない長い間、妻も私も、それは幸せだったのに、それからどうなったんです？とバーテンダーが尋ねた。さて、紳士は何と答えたのでしょうか？これはチーム対抗戦です。何？なんだこれ。赤チームと黄色緑チームです。酒場で？酒場で？紳士が考えを込めていた。考えを込めて？ああ、20年もの長い間、妻も私も、それはそれは幸せだったのに。それからどうなったんです？と、バーテンダーが尋ねた。
さて、紳士は何と答えたのでしょうか。それからどうなったんですか。それから、何のこっちゃ分かる人いるんですかね、リスナーさんとか、ね、それかな、これじゃねえか、多分そう、これだね、これだね、よし、じゃこれでいこうか、はい、はい、それはそれは幸せだったそれはそれは幸せだったあ、そっちかそっちかあれ知ってる、こっちでしたっけ、あ、それでいい、それでいい、そっちだ、多分ね、俺が間違えた。かけました？そう、それぞれ。はい。はい。いただきます。はい、じゃあ答えは黄色と青は持ってくださいね。はい、黄色と青。これか。これは何だよ、これ。ちょっと待って。やった。では、やった、同時に答えをどうぞ。せーの。はい、赤青チームは何ですか？まぶた。かぶせですか？ええ。はい、では黄色、緑チーム。アンゲー告白ですか。はい、では正解です。正解はそれから二人は出会ったのさ。ああ、なるほどなるほどなるほどね、なるほどね。マブタはどうですかね。はい、マブタ第3問目です。アイムゲイってのはまだあるんだ。北川さんの髪型はもういいです。俺じゃない。第3ラウンド、ドキュメント番組を見ていたらうちの旦那が何の特集。なるほどね。どっちかどっちか。うちの旦那がアイムゲイね。はい、ということで、さっきのアメリカンジョークは分かりましたでしょうかね。はい、3問目はですね、ドキュメント番組を見ていたらなんとうちの旦那が出てるじゃないか、一体何の特集だったのかという問題です。こちらもね、あらかじめブログの方で公開しておりますので、ぜひ皆さんね、血を絞って渾身のボケをね、ちゃんと書き込んでください。もう俺ビリカイド真っ白だし、たまに画面の後ろの方には女の人が出てきますけども、あの人が、例えば赤の後ろにいた場合ですね、赤のポイントになります。はい、間違った場合は、というか面白くなかった場合はマイナス1ポイントになることもありますので、女神か薬道神かよく分かりませんけども登場します。お楽しみ。問題がちょっとね、ボケちゃってて見づらいですね。ドキュメント番組を見ていたらうちの旦那が一体何の特集でしょうかです。ドキュメント番組を見ていたらうちの旦那が、はい、何の特集と、はい、テロップがね、あんまり綺麗に映ってないんで申し訳ないです。はい、今カメラさんが寄ってくれました。ありがとうございます。カメラは神様です。ありがとうございます。神様、はい、仏様。では参りましょう。このままじゃ俺も卒業になっちまうよ。マジで。はい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 、はいはい、この間お父さん出したんですけど、はい、お母さんに来てお母さんに来てるんですけど、はい、フィリピン女とのお見合い特集になってましたね。あ、一番いいですか。あとは、はいはい、新生なっちゃう。はい、渋谷を徘徊する家出プパピッチ。よし、はい、はい、そうだった。ゲイのカメラはようなかす全員特集。はい、メンバーが、フーズの主従関係、新たな線の扉。はい、はい、赤の後ろの下。やったじゃん。やった、ありがとう。じゃあ、これでどうでしょうね。都道府県を極めるまで、最初のちなみに独身で披露して、普通のことに付き合う方法、投票する男たち、ゆうこにんがプリンセのキャラを同化した本当の理由、気持ちポイント。ありがとう。はい、そうですね。はい。
会社に行くふりをして公園にタムロしてるリストラ族、こちらにパンチ。はい、はい、はい、やったらっ、はい、この話の続きなんですけど、はい、フィリピン語のゴールドメア特集、その1032、やパンチ。はい、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 もう発でバーコードがスキャンできるやつら特集、やらっと書いて、はい、はい、鬼嫁から逃げる放送1000。まあ、いいか、よし、これ、授業。私は、一番自信あったら、ビデオラック開封試験行ってないんだけどな、まだ。他は初めてのお使い。ほう、アウチポン。あー、他のアインスタイン弁当。地の特集。ほう、赤1ポイント。私たちは女でした。足の匂い大発見。競馬で100万稼いだ男。セカンドラブ、もう一度ときめきたい。面白いな、ウニパンツ。いや、待って挑戦する男たち、日本で一番、日本で一歩多彩を貫く男、緑一パンツ。水虫の確率を調べる、テレビショッピング。私、女で仕事辞めました。1億のへそくりを持つ男。家庭内で居場所のないお父さん特集、思春期の娘とお風呂に、入る方法、うん、枝高博を抱き続ける男、バラエティ集の特集、俳優だった、趣味は爪の赤カビ、比較 AV 女優のポイたち、黄色1ポイント、ありがとう、違法のエンターの神様芸人は今、黄色2ポイント、ありがとう、芸人だった、馬並みの男たち、大家族がいた、出張といってのハワイ旅行行ってた。以上でございます。たくさんありがとうございます。ありがとう。今の状況確認しましょう。何だ俺、卒業ゼロこれ。いいんだな、卒業するぜ俺。卒業するからな。よかった。今の状況は。応援してくれ。おっと、これは折り返して折り返して第一位。そして追いかける俊介弱長変化方が頑張ってる。野菜のガッチが一番手前でちょっと遅れておりますので、皆さん赤をね、応援されてください。卒業にも一でございます。赤元気出して、赤元気出して卒業したらやだとか言われてます。いや、ダメですよ。約束公言しちゃったから。卒業ですもん。このコーナーでございます。次のコーナーは査定会、マルチが決めたダバがマイナス2ポイント。おはようございます。俺ピンと今度当てたら確率計算おかしいんだけど。はい、じゃあ、はい、これお、これで、あれ、あれ、なんか羽賀さんと結ばれてんだけど。そんなちょっと、そんなちょっと、そんなちょっと、これはもう喜んでる、喜んでる。結ばれてんだけど、この2人も。みんなが苦しいんですけど。あ、来い。よし、あ、来い。来い。っていうかね、ほんと4連チャンとかなったら俺、ほんと何かもろうから。そしたらもう記録更新するしないで。ますます卒業の近くになるのかな、俺。でも大丈夫だよ。で、4択の4連チャンって言ったら、あ、来い。あ、見ろ、行かない。嘘だしょ。やった。嘘だしょ。いや、リアクション、リアクション。リアクション、リアクション。え？リアクションは。うわぁ！だから、赤は一命を取り留めました。いや、もう死んでるって。では、まだわかんねえよ。第4問、写真でボケてください。ん？はい。うわぁ、なにこれ。あ、やべ、かわいい。さあ、残念ながら、出世学長がマイナス2ポイントになってしまいました。4問目は画像、写真問題ですね。写真に一言です。今、パソコンの画面の方にも出します。なんで俺引いちゃったんだろうな。俺は2人卒業だね、西川。うん、記者さんも卒業だって、これも。ハガ君しか残んねえっす。いや、それはハガさんが1位だったら卒業だから。卒業は終わりじゃない。いや、これやっぱ K1 じゃないかよ。はい。トマト魂、はい、男前が出てきたら最大好き、芋煮魂の T シャツも作ってください。いや、羽が結構やばい。芋煮魂。そんなリアルなの結構高いんだよ、この T シャツ。はい、それでは参りましょう。やめろよ、やめろ、来て、はい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 は
はい、お願いします。はい。おい、ハチ！お前なのか、ハチ！はい、はい、見つけたんでしょう。はい、はい、私フォルスです。はい、はい。はい、下がった。はい。ええか、ええか、ここがええんか。ネタラ死ぬぞ、ネタラ死ぬぞ、ネタラ死ぬぞ。よくとこんなのすごいぞ。やります、自動確認。ありがとう。楽しそうだけど、色の後ろの人ポリスにいるね、好みだったので。はい、ありがとう、ありがとう。そして、はい、はい、はい、エクセバット。はい、お客さん凝ってますね。はい、すごーい。はい、お疲れ。お前、フィリピン出身なのか？フィリピン出身なのか？フィリピン。はい。はい、何が？人工猫呼吸しようかな。スパン。食べ物するんだ。切るんだ。お母さんしっかりして。あ、やべ、かぶって。どうも、お母さん。お客さん、終点です。どうも、赤一君。どうも、あら、スパンク。元気だな。いろいろあるもんな。しんどいよな。お客さん蹴ってますね、赤野さん。これは動物病院の医者。蹴ってしまったよ。ああ、赤一番。ごらんな。実は人間の方が人間で。はい。はい。最後がち。はい。干渉してやろうか。干渉してやろうか。干渉してやろうか。はい。ああ、あげればいいんだ。はい。助けてドラえもん。乾杯。赤の後ろの人。食べれるのかな。大丈夫、もう一度お願いします。食べれるのかな。1ポイント。ありがとうございます。マジか。マジか。はい、そっか。終わりじゃない。メスかオスか、こんなところで泣いてください。音もしろよ。食べる直前です。あ、今かぶっちゃいましたね。パトラッシュってことでしたね。はい、おまさの状況確認しましょう。さあね、あと残り1問ってこと。なんだって、まずいぞ。なんだって最終どうでしょうか。黄色の記者ポッポが折り返してますね。他の担当はまだ折り返してないので、はい、ちょっとね、言わないね、みんなに折り返したんですね。折り返してほしいですね。はい、折り返してほしいですね。じゃあラストの問題はこちらでございます。これだ。60回を記念する最後の問題です。もっと面白い問題ばかりだと期待してます。問題誰だよ。うん、ボケだよね。あ、怒られた。暴力だ。暴力はダメだ。楽しい暴力だ。最後の問題です。デート中に彼女から言われて傷ついたプチな一言。早いよ。さあ、ラストの問題はデート中に彼女から言われたプチな一言。プチというところですね。これはもう多分俺の右にどういうやついないね。あの実際僕もね、でもね、笑顔でいつも気づいてますからね。ああ、ね、俺もね、なんか恋愛イコール傷だからね。まあみんなそうですよ。あ、そうか。はい、それではよろしいですか。ラストです。はい、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 眉毛ちょっとつながってるわよ。はい、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 純粋な口調どうかしの方が短いんだね。はい、はい、はい、してました。あれ鼻くそかと思った。あれ、はい、縁側が、だったら寝てればすごい気ね、私が。はい、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 あー、じゃあ青の後ろの人。お、黙ってたんだけど今日一日ずっと見えてたんだ、あなたの後ろに赤いエプロンの女の人。やめて。はい、はい、赤いエプロンって珍しくない。あなたってハイエナみたいな男だね。はい、はい、あのね、気になってたんだけど脇から酸っぱい匂いがするの。酸っ
はい、はい、はい、そうか、はい、あれあ、ジュリンじゃなかったっけ、ジュリン、はい、ジュリンってやっちゃおう、そろそろ次の彼との約束の時間なんだ。そうですね。さあ、先頭は結構来てるんですが。誰？赤いチョコイ。どうぞ。気持ち悪いから顔見てないよ。ちょっと臭い。私、男性の女性の方が好きなの。あなたの体が嫌い。よく見ると魚風に似てるよね。気持ち悪い。ありがとう。順調な口よね。マニアム通りではね。洗ってない水槽の匂いがする。赤いチコイ、なんで女装、口曲がってる、お願いします。はいはいはい、鼻毛に白髪のせてばよ。チコイ、はいはいはい、はい、笑顔が挑発的な意味で薄くなってきた。はいはい、あなたってさ、カメムシに似てるね。チコイ、気をつけなくよ。昨日夢の中で君が死んでた。おしゃれにパンチ、何だー、あ、危ない危ない、終了。あー、やっぱさあ、結構まだチャット残っておりますの、ね、で、いきましょう。どちらかといえば燃えないゴミね。あ、お、1ポイント。私より小食ね。私たち、兄弟だ。あなたより仕事はせ、せーのでください、ね、さっきからハエが止まってるよ。赤1ポイント。鼻毛がヒゲに鼻毛がヒゲに赤いチポイ、すごいな。今日の格好どれ小西みたい、面白い、黄色いチポイ、ありがとう。色相、北斗の剣って何、あなたのおでこって景色が映るんだ、面白い、赤いチポイ、すごいな今日は。なんでパジャマなの。財布の中身私より少ないね。私の財布返してくんない。あなたの変顔笑えない。緑1ポイント鼻毛、またキュウリ臭い、緑1ポイント。そういえば食い倒れ人形似てるよね。ノリが高田純次っぽいよね。元彼の名前で呼ばれた、うなぎにそっくりね。緑1ポイント。あら、ずら、私緑好きじゃない。緑1ポイント。すげえ緑、なんか小脳臭い、唐揚げあるよ。稲中卓球部全巻持ってそうな顔してるよね。黄色1ポイント。ありがとう。朝からズボン履いてないのね。緑1ポイント。今日紙札持ってきてる。貸したお金返して。あ、無理。じゃがいもみたい。はじめまして。そこ。何浮かれてんの。以上です。ということで、お待たせ確認しましょう。なんか俺なんだかんだ。だから西川くん何かあんの。卒業でしょ。ああ、西川くん卒業。はい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 はすみません、はい、僕と西川君と羽賀君もかな、羽賀君僕だって1位取ったら1位取ったら卒業か、うん、じゃあ僕と西川君も卒業からありがとうございます。これ赤と青がちょっと卒業しちゃうと来週出てるかどうかちょっとチェックしてくださいということで大きなビリターンでした。ありがとう。はい、皆さんおめでとうね。はい、イエス、ありがとう、はい、ありがとうございました。本当たくさんありがとうございました。はい、この後は野ガチ君の、笑っていいかな、ね、またランキング1位当てちゃダメをやりますので、ちょっとお待ちください。やっ、やっ、頑張ったな。頑張ったな。頑張ったな。皆さんもお疲れ様でありがとう。え、なんで、いや、花君、花君、場をつないで、花君、場をつないで、ね、皆さん、ありがとう。皆さんのこと忘れないよ。あと、あやねちゃんの、なんか、全然突っ込まれなかったから、ちょっと今日はあやねちゃんも、歌うんですけど、皆さん、ポケニング中で全然あやねちゃん無視してたんで
今日はあやちゃんもね、最後、私が最後ということで、わざわざスタジオまで来てくれまして、あやちゃんはね、毎週、期待できていますので、はい、また来月も手に取りね、はい、やりましょう。はい、もう、その男どもを使って、自分の好き放題に、見える、楽しんでるっていうね、はい、何次元になるのが嬉しいと。向こうの方でもすごい今コメントがいっぱいついて盛り上がっておりますのでぜひ見てみてください。はい、あと、ね、はい、どうぞ。これですね、僕出ている V シネマなんですけど、楽天市場で999円で売ってます。すごいなんかチープな、なんだ、内容がシュールな内容で、パッケージとか中身もすごいチープなんですけど、ほら中身僕ですということで、なんだろう、時間を無駄に潰したい方がいましたら、ぜひこちらお買い求めください。楽天市場で売ってます。売って切れない、切れない包丁と、ふわひなりんごです。切れない包丁と、ふわひなりんご、そうだね、結構すごい人出てるんですよ、はい、埼玉のラッパーの、はい、こちらですね、山田真帆さんが出てて、あと芸人さんとかも金子学さんとか出てたりとか、結構出てる人は僕以外みんなすごい人なんで、ぜひ、はい、楽天市場で皆さん買ってください。よろしくお願いします。はい、どこ誰ですか。ハークは何かありますか。いや、多分ないですね。はい、じゃあ、かけてください。ライブ告知がみんな、なんかあれ、何みんな何ですか、ライブ告知とか。ライブ告知があるよ、自分で。まあ、あやめちゃん、かわいい。あ、結構あれ持ってる。ピアノ上手い人ですか。かわいい、あやめさん。よっぽどかわいい。あやめちゃんと、お伝えさせていただきました。はい、いつも使わないからね。今日のカメラマンは、神様です。神様に出演してきました。ハガちゃんとかね、ハガちゃん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 って言われたかもしれないです。ハガちゃんと、あやめちゃんは動画に絡みを見てください。どうぞ。交換音、もし交換音貸してください。交換音届くかな。お、てかさ、せいや、あ、てかさ、デレレ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 すげえかもしれない。かわらしい。はい、ハー君もう用がないのでありがとうございます。用済みですね。あやちゃんもね、全然顔映っておりませんけど、ありがとうございました。あれあれあれ、はい、 K 君とあやめちゃんプレアルックみたいな。おっ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 、あやちゃんちょっとほら入ってみて、本当にプレアルックかどうか、うん、だから似た服は着てきちゃダメだって言ったじゃないですか。ああ、そうなんだ。二人はなんか似たような服でやらしいですね。別にあやちゃんは外国じゃないですけど、おしゃれな服ですけどね、ただの。ありがとうございます。はい、じゃあここからは野田地区にバトンタッチします。はい、皆さん準備。アラン君、近くに告知とかならどうぞ。ぜひ途中なんですけど、10月14日に、10月14日しか書いてないんですけど、ちょっと待って、整理できてない。じゃあ、もう一回いきます。はい、じゃあ、ケイ君から。10月の8日の祝日、自由が丘駅付近で、女神祭りっていうのがありまして、それの16時から僕、無料ライブやりますので、無料ライブ、暇だったら遊びに来てください。結構お客さんっていうか、50万人ぐらいみんな集まるみたいなので、かなり大きいお祭りみたいなんで。俺も歌おうかな、そこで。おお。どうぞ、遊びに来てください。さっきのあやめちゃんとの絡みで、調子に乗るなよ、ケイト。すげえ、だって焼き虫やられてるぞ。あと、メガネの下さん、新鮮。あ、インテリイケメン風だねとかあると思う。ありがとう。このメガネ、初めて見ましたよ。うん、新しく。だって、この間メガネ紛失したから。人に買ったの。ケイ君がメガネ様やるんですかと書かれてます。西川さん、どうぞ。はい、僕、10月14日に、オーディションライブがありまして、登竜門のザ・セブンスっていうオーディションで、二次審査を通りまして、これは最終審査なんです。頑張れ！はい、どこだっけ、埼玉市民会館大宮大ホールってとこで、1000人キャバぐらいのとこなんで、おいいね、
なんだっけな、来てくれた人がこうボールを投げて投票するんで、ぶつかりそうです。そう、ぜひぜひ。俺の黄金の左手。来ていただきたいです。埼玉なんですか？埼玉市民会館大宮。埼玉市民会館大宮。はい。10月14日。10月14日に、ね、近くにボロボスキに行ったら。はい。1年ぐらい、13日ぐらいです、ね。はい。やったまあ、ボロボスキにもね、やってくると思うんで。はい。はい。よーし。というわけでございまして。よろしいでしょうか。はい、あ、そうか。これなんだ。そうだ。忘れてた。もう吐きました。もう確実に。普通に。1位を当ててはいけません。いいかな。ニコニコランキング。よし、はい、ということでございましてですね、久々でございますよ、ニコニコランキングね、例のごとくですね、1位当てていけないんですけども、今回はなんと個人戦ということだね。どうやって、罰ゲームはまたね、後々まあ発表しますけれども、うん、連帯責任じゃございませんけれども、罰ゲームの方は羽賀くんも一緒に参加して罰ゲームしていただきますのでね。はい、というわけでどういう感じになるか、はい、今回は、はい、いきます、はい、じゃん、はい、好きな宮崎駿&ジブリ映画はイエーイ。あ、すいません、はい、知らないやつとかあるんですけど、ええ、まあ、それは承知の上でございます。まあ、あ、ここからここに1から19までありますので、1から19までね、うん、まあ、ちょっとカメラこうしたと見えないかもしれないんですけれども、一応ね、こう書いてまして、まあ、グーランキングですね、NTT ドコモのみんなの声にて投票を実施したと。で、投票数あって、19個しかなかったんです。投票数は 24,586 票です。うお、投票期間、去年2010年の8月6日から8月26日と。去年かな、うん、噛んだな。はい、すいませんね。はい、はい、では、こっちちょこちょこじゃんけんして、負けた、あ、勝った方から選んでいくことにしましょう。はい、近くのうちの2番目ね。はい、最初はグー、はい、これ、はい、これでしょ。お、勝った、はい、じゃあこういう順番にいきますか。はい、ここか、ここか、こうしようか。はい、じゃあ、はい、僕実はですね、この中で共演したことがある人がいるんです。はい、うお、千と千尋の、千尋の声をやってた柊木由美さんと僕映画で共演したんです。はい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 、千と千尋いいんですか、いきなり1位とかだったら終わりですよ。いや、僕嫌われてるはずなんで。いや、別に記者さん嫌われてると関係ないですよ。あんたが出てないでしょ、先ほどそうかなと思って。まずあんた出てないでしょ、専門の地域に言っているんだ。なんかあまりにもジブリのこと聞いたら嫌われちゃったっぽいんで、なんか千と千尋。でもこの間ね、この2人書いててくださいね。あ、書くの？書いてていいからね。あ、いいですよ、もう。いいですか？じゃあ、千と千尋の書き方。見てたらごめんなさい、見てたらごめんなさい。第4位、2620票入ってますね。うっそ、消しちゃってんじゃないか、消しいの、ね、分かんないことから、ね、はい、では次西川くん、ゲド戦記。ゲド戦記、なんでゲド戦記なんですか。あー、なるほどね、見たことないんですよ。よく知らないからね。はい、はい、じゃあ行きます。ゲド戦記、18位、91票ですね。下から2番目でした。じゃあ K 君、重りでポロポロとホタルの葉の違いがよくわからなかった。全然違うよ、おい、全然違うよ。山田ね。それなんでこれ山田に行くんだよ。山田理由は、え、これ宮崎だったんだっていう。あ、もうそれぐらい印象が薄いってことですね。これ自体知らない。はい、ほう、法華経、隣の山田くん。山田くん、ダクトン。19位、でしょうね、山田ちゃん。まあ、ヒント出しますと、やっぱ有名どころは高いですよ。うん、あ、ね、1位あれだろうな、多分ね。じゃあ、記者場さん。はい。はい。じゃあ、いきますよ。はい。俺、自分の好きなのをすっごい言いたくないんですけど、はいはいはい、はい。ぶっこないが一番好きなのは、耳を澄ませばなんですよ。おー。
これ耳をすませばってなんかあの日程とか流れた後必ず自殺者が出るって有名な、なんで、ね、なんかもうすがすがしすぎて嫌になるらしいです。いやいや、すごい、俺見ると耳をすませばー第5位、わかっけ、5位なんだ。カントリーロー、この道、石川くん、はい、猫の恩返し。猫の恩返し、はい、これちゃんと理由がありまして。これなんでですか。見たことないんですもん。ロド選手も見たことないでしょ。いいですか、猫の、はい、はい、猫の恩返し。12位、42票。みんな攻めようぜ、もうちょっと上の方。うん、下さんだけ攻めてますね。そうそうそう、はい、ケイくん。あ、でも危険だな。どうしようかな。ポンポコ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 よろしいでしょうか。はい。平成たぬき合戦ポンポコ。もう大丈夫。つまんなかった。これ何だよこれ。すごい理由選んでんだもん。17位。なんで？止まんなかったもんね。キャバさん。マジか。じゃあ俺はこれも攻めるしかないのかな、やっぱ。ちなみにキャバさん一番好きなのは何ですか、この中で。僕一今残ってる中ですか。いや、残ってなくてもいいです。僕一番好きなのは耳を澄ませたですよ。あ、そうなんです。はい、もうさっき言ってましたよね。ちょっと緊張してて忘れちゃった。ちなみに2番目はポニョです。ポニョ。ポニョいいですよね。ポニョいいですね。じゃあ、コクリコ坂。コクリコ坂。コクリコ坂。コクリコ坂から見たことはない。ないですか。ココリコだと思ってた。ココリコ。確かに。実は、ナウシカも見たことないです、僕。風の谷のナウシカ。コクリコ坂から14位。おっしゃ、初めて低い。187票。初めて低いぞ。さあ、でも187人がね、その 24,000人のうち187人が1位だって言ってるわけです、うん、あ、はい、では石川君。これ絶対大丈夫ですね。おう、ルパン三世。ルパン三世。理由は、なんかだってルパンは別にジブリでやる必要ないじゃないですか。すげえ理由だな、これ。見たことはないです。あ、やっぱり。あの時テレビでやってちょっとだけあります。ルパン三世カリオストロの塩。あ、塩塩カリオストロの塩。岡田君が名作だって言ってますね。9位、1156票。9位、まあ、ジブリっぽくはでもないよね、確かにね。ケイ君。はい、アリエ。アリエって何か、なんかそのアリエ、こんなんじゃないんだからさ、こんなんじゃ。アリエッティ。アリエッティ。見たことはない。ない。うん。コミトの話ですよ。コミトの話。それだけ。そうそう。いいですか、アリエッティで。アリエで。仮暮らしのアリエッティ。これ1位ではないでしょ。キャンキー君何が一番好きですか。どっちがどっちか分かる。バンビーたくさん楽しかったの。あの、虹が出てくるの。アリエッティ15位。計算低いの当ててくね。いいね、うん、もっと攻めようぜ、みんなコーナー攻めようぜ。走り屋だろ。はい、シャバさん。じゃあ他とか言ってくださいよ。いやいやいや、いやそんな意味なくてこれはこの中見てて、ええ、出てくるあの大人で撲殺しようと思ったホタルなんか。あー、ちょっとね、どっちだっけ、東の方。これなんか悲しいというよりもすっごいイライラしました。確かに分からなくは分からなくない。秋雪さんが作ったやつですね。毎日あの、まあ、毎年戦争15日とか15日近辺にやってます。お母ちゃんのおペペあかん、やめて。桜ドロップ、成功。ホタルの墓。11位。こんな自動虐待ものが入るわけ。虐待じゃないんだけど。16位は出てないな。
まあ、16位、13位出てないですね、10位より、11位より。おもぎでポロポロって何やったの？ほももけ姫とか。それかな、おもぎでポロポロで。おもぎでポロポロ、思い出ってものかな、おそらく。思い出ポロポロ、見たことは、うん、ないです。どんな話？何の話？これあれでしょ、なんか山があったら。思い出に浸って泣くんですか？柳葉敏郎さんって今井美樹さんの声で。16位が K 君です。さあここから先結構有名な話の方ですね。もうね、ハウルハウルなんでハウルなんですか。じゃあキムタクが人だったのジャニーさんに勝つためだ。キムマルさんが人だった。キムマルさんが人だったのね。はい、じゃあこれそろそろまずいぞこれ。ハウルの動く城法。8位。さあ今残ってるのは1位、2位、3位、6位、7位、10位、13位。ちょっと待って、9位なの。おい、やばいやばい。結構意外なものが13位だったりするわけですね。ちょっと待って、多分あれが13位じゃないかな。俺の、はい、どうぞ。俺の感性は多分歪んでるから、歪んでるから、俺がこの中で一番面白いと思ったものが多分ダメなんですよ。いや、わかんないですよ、それ。ポニョ、ポニョ、ポニョ面白いと思いましたか。大好きですよ、僕。ああ、そうですか。半魚人でしょ。人魚姫の話が大嫌いだから、それのオマージュであるこの話はスカッとしました。なるほどね。崖の上のポニョ。ポニョ、ポニョ、ポニョ、魚の子、青い海から、13位。ほら、そうなの。ほら、へぇ、ほら、へぇ。さあ、ということで、まずまずまず1、2、3、6、7、10と。もうやばいぞ。さあ、寂しい罰ゲームまで、あと一歩。はい、石川くん。クレトン。クレトンね。クレトン。うん。クレトンいっちゃう。クレトンで。な、理由は。え、これでも見たことあるんですよ、僕。飛べない豚はただの豚さってやつでしょ。うん、うん、あの、はい、はい。なんで見たことあるんでしょ。覚えてないんです、あんまり。あ、あんまり印象ないのね、はい。はい。くれないの豚。第10位。ああ、もう上位なんだ。さあ、残ってるの1、2、3、6、7と。1、2、3、6、7。もういい感じでもチョイスしてくれましたね、ほんとに。もう、もう、どれ言っても。もう、これ言ってても。ケイ君。はい、もののけ。理由は、あの、歌だけが流行ったのかなっていう。いや、そこそこ人がいたと思うよ。メラッチ、うん、結構かなり人がいたけど。変なのいるよっていうやつが人気が出てるんですよね。見たことはテレビで。テレビで、うん、なるほど。もののけ、もののけ姫。俺まずいぞ。第7位。さあ、1、2、3、6と残りました。怖いな、もう怖いな、もう怖いな。さあ、ほんとこれ夢のばっかりするのことでもね、もう僕は自分の位置を決めて、何がいいか選べばいい。そういうことやった。ラプタ、ナウシカ、トトロと。はい、では、キャバさん。魔女宅で。魔女宅いっちゃいますか。魔女宅で。魔女かよ。僕一番好きなのは魔女宅かなと思う。魔女宅僕も好きなんですけど、だからこそ。ああ、さっきのと同じやつですね。見たことはもちろんありますよ、何度か。小さい頃は魔女の宅急便。第3位。攻めたぜ。ああ、きついな。佐野さんも大丈夫ですね。残り2つなんでね。ですね。ですね。あ、ここ大丈夫だったらセーブですか。そうですね。僕4人の日なんで。よし。やっぱり。よし。ナウシカ。ナウシカ。ナウシカ。行くかナウシカ。ナウシカ。多分。見たことは。え？見たことは多分あるんですけど、僕はあのラスタとどっちがどっちかわかりません。もうダメだよ、ダメだよ本当に。風の谷のナウシカ。
何しかかもしたでも俺、行こうと見てるから、大体見てた。第6位さあ、どっちかですよ、もう残ってるの。1位、2位、ね、俺さあ、素晴らしい、1位、2位残りましたね。まずいなぁ。俺、2個中だから、もう読めた。もう読めた。もう自信ある。行動できない、こっちだと思う。行動できないわ。だってただ1位じゃないですか。ただ、あのマスコットが未だにあんだけ溢れてるってことは、やっぱトトロの人気があるはずなんです、うんうんうん。マスコット見たことないんですよ、ラピュタの。はぁ、うん、ないかな。だって、何作るって話じゃないですか。まあ、確かにね。バズーってどっちでしたっけ。バズーパズー、パズー、パズーどっちですか。ラピュタか。あの田中真由美さんこれ。トロ。ルフィの話ですね。トロ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 。よろしいでしょうか。はい。隣のトロだよ。トトロは大丈夫じゃないかな。女の子はトトロで、男の子は今ラピュタの方がいいんじゃないかな。大。はい、ですね、投票数が 24,556 中、ちょっとね、5238票トトロに入ってます。つまり4分の1、4.5 分の1ぐらいトトロに入れてるっていう。で、まあ、2位のラピュタがね、3600票ですからね。おお、大差です。おお、素晴らしい。連の玉が人形。人形売れるのか。というわけで、ここから先は、京くんと、はがくんのお時間になりますので、カメラの前に二人で行ってですね、あの森上を抱き合っても、やってくださいと。はい。本日の罰ゲームは、これだ！一人じゃんけーん！また盛り上がらない。そう。ほら我々構いませんので、2分間、おのおの一人じゃんけんをやってください。おのおの同時にやるんだよね。おのおの。そう。結構いい時間ですよ。え？延長したから。延長したから大丈夫だそうです。大丈夫です。2分間、おのおの一人じゃんけん。おのおの。隣のポン。我々は片付けしてましょうか。そうですね。ということで、じゃあ2分間。最初詰めましたら、ね、じゃあ、おのおの、勝手にやって同時に。同時に。なるほど。そうです。誰が測るの？あやみちゃん、昼測ってもらっていい？はい。何で測るの？携帯でもない。あやみちゃんの2分からってこと？ダメです。もう、とりあえず発展がないからってこと。お願いします。見てる方、お疲れ様でした。どうも。見てる方、罰ゲームだからね。
ということで、お疲れ様でございました。ということで、今日でですね、ヨッシーのネットラジオスーパー、ちょうど9月最後の回で、くしくも祝60回ですね、50回はスルーしましたけども、祝60回ということでですね、私は一旦今日でね、卒業ということで、最後、お歌の時間、私が、明日の時間割りって曲を、歌わせてもらおうと思います。はい。ただ番組自体はですね、来週10月からも新しい体制で続きますので、金曜日24時ね、また遊びに来てもらえたらなと思います。ちょっとマイクの音響の設定だけするので、お待ちくださいまし。始めたのは2006年ぐらいだったかな。あれからもう6年経ってるわけですよ。おい、お前いいよ、やめよ。俺がお前で歌って言ってんだからね。あれはジョナサンとか、なんか原宿の喫茶店とかファミレスでね、なんかボイスレコーダー目の前にやってるわけでございますよ。それがいつの間にやらね、こんなね、緑とか黒とか青とか黄砂場とかね、黄砂場とかね、あやめちゃんもそうだし、コロナになっちゃってね、本当に来週からやっていけるのかと思うわけでございますけども、頑張る、あなたも頑張るんだよ、ね、みんなで頑張らなきゃダメなんだけども、ね、どうなることやろうと思うわけでございますよね。はい、というわけで、来週からもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。でも僕卒業します。なんだって。お疲れ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 。誰こんなところに陰謀落としたの。仕上げ、仕上げ。小田君、じゃあ再生ボタンとかじゃない。大丈夫です。失礼いたしました。誰。
時計に起こされて薄いとこに照らせずバカの絵夢を欲しい決まりの色目の愛気がこれするよ財産様の前で悪あがきしまって顔を洗って息を着替えて歯を磨いてご飯食べない鏡見れないお茶も飲めない駅のホームには見慣れた奴がいるまた買うと思うけどあいつも持ってる箱詰め弁当は何でも取り揃いおじさんおばさん学生寝ろけ顔の私先に進む右で止まる人が変わる横に揺れるみんな傾くこっちに来るなよいつもこんなんじゃダメだと思っているんだだから朝からは生まれ変わるよキントンカントン起立でいい目回し変えるあやめを切るよ先と毎朝起きるのさ金とかしておしゃれに決めたらホームのあいつもびっくり飲みるコーヒー飲んでやるきついた会社ではお決まりの席同じ風景同じ顔空調を聞いてるドライアイ肩こり天気が汚れてるコピー機前で友達挨拶も同様につまらないと嘆くけどやめられない落とすランチに使い切れる口と悪口キューストロンそんなんじゃ嫌だと思っているさだから明日にでも一緒やってやろうかキントンカントン起立でいい辞表を書くよ調子に出すのさだから第二のマイホーム靴を買って靴も揃えたら新しい匂いがするよ鏡の前で手を洗い暗くなった部屋のスイッチをつけると何もかも抜き捨てて裸でいられる好きなテレビを見て笑って泣いて彼女からのラブコールワイワイこの時間違うわけじゃない後ろわけじゃない何が僕なん変わりたいけど変わらなくても生きていけるよ子供の俺は誰かに決めてもらったけれど明日の時間割りは大人になった私が決めるいつもどんなんじゃダメだと思っていたんだから朝からは生まれ変わりをするとどんなんじゃ嫌だと思っていたんだから一緒やってやろうか。おお。ありがとうございます。来週もね、また。ありますので、皆さんぜひ応援してください。はい。
人が多分分かったのがさ、もう準備できましたね。ということで、来週から10月から新体制で、はい、じゃあよろしく。来月からは私が担ぎ医者という立場でやらせていただきますけども、皆さんね、みんなの力を合わせないと番組は成功しないので、吉井さんがね、これまでやってくださったことっていうのをしっかり受け継いで、それからまた新しいものに変えていけるようにみんなで頑張っていきますので、来週からもよろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。